もうだってグラグラやもんな。パパ撮っていい？いいや。いい？パパじゃ。まずいね、なんか。まずい？ちょっと失敗した。なんか変になった。もっと可愛い子がいいな。でも髪持っておいて髪。髪のあっちなんで。書くな。ここがふーちゃんのやつ。はるくんってもともとくるくる描いてたんやったっけ。なんかいい感じなんだけどまっすぐがまっすぐが多分もう言ったら描くと思うけど真似してはるくんこんな感じかな。これ真似して描いてこれピーってシューってシューどうすんのくるくる回ってどうすんの。なになにをなんかさこっちあーダメなんだこっちにもさ、クワッとホゲートとか描きたいのにさ、うん、何になっちゃうんだよ。なあ。髪どうすんの？いいじゃん。何それ？最近それ何してるの？これ。上手にかけたやん。パパねえ、見ちゃダメ。なんで？まあ、ここを書くとこじゃなったのに。でももうそうそう、お風呂入るのか、ふーちゃん。ねえ、お願い、今日だけは見ないで。今日だけは見ないで。いいよ。ゴーくん、そろそろお風呂入りたい？お風呂嫌い？お風呂嫌い。自分で洗わなきゃダメ。パパと入る今日。パパに入る。早く一個ちょうだい。え、いいの？どうして？どうぞ。いいの？いや。ありがとう。パパいいや。食べてはるか。ありがとう。のきとの言い過ぎる。おいしい？リップしてる。これ水でしょ？水、ああ水そう。濡れてんの水そう。ゆっくりゆっくりはるか。そう真似しなくていい。ゆっくりゆっくり。もういいな。アイコもするんだ。アイコ。ママちゃん。ゆっくり食べていいよ。食べていい。うん。なんでみんな食べていいって言うの。いらないの。食べ過ぎた？アイコも。一個あげた。だって触ってる嫌だもん。汚くないの。だって今日キュッチン触ってる。洗ってないもん。だからいつも私の寝
ぬいぐるみすぐ触っちゃうのよ。はいはい。はい。イワーク？うん、何描いたん？イワーク描いた？見して。ね、描けれなかった。うん、上手。描けてる。こっちもさ。あ、それ何やったっけ？なんかさ、うん、あの時にさ、見たことあるわ。なんかさ、お皿をこうやってやってたよね。草でこうやって運んでたよね。なんてここもやった。あ、そうなんす。あ、そうなんす、上手。上手に描けれた。見てて。そうなんす。これ人影、人影。うん、人影。わかるわ。あ、そうなんす。そうなんですよ。そうなんですよ。パパ、ゆう、ゆう。あの、紫にしたんですよ。コイキング。どこ？コイキングどれ？あ、コイキング上手、上手。コイキング？どこにある？もう捨てちゃったらびちゃびちゃだもん。あ、やめてやめて、ダメ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 、ねえねえ、もう一回書いてよ。じゃあだってもうないんだもん。何がないの？そうだよ、ほげーた謎って書いたのに。もう一回ほげーた書いてよ。ほげーた、だってほげーたないんだよ。だって濡れなんだよ。ほげーた書いたらいいやん。だから同じやつ見なきゃ書けないよ、うん、同じやつ見て書いてよ。でもどこにあるの？ほげーた、ほげーた画像出したらいいやん。書いてみ。変ならへん。わかって書いてみるけどさ、うん、ニョンホーニョンホーでもいいよ。色バッチリやな。ちょっと待って、僕にも見せてみたい。自分の服だけ描いてある。じゃあゴーも描いてあげる。ゴーって僕あれ欲しいんだけど。聞きたい、うん、ご飯食べるとき会いたいね。アイス食べてるときにチーズ出してる。あ、そうなん。はん、はあ、あ、いたってなって、そして、うん、あげたらもう歯の後にチーラであった。今日幼稚園で取れるって言って幼稚園行ったん。もうだってグラグラやもんな。パパ取っていい？いいや。いい？痛くない？うん、いい？取って。めっちゃ怖くなってる。なんで怖かったの？めっちゃ怖い。何が怖かったの？なんかめっちゃ暗い。目をすぶったぐらい暗い。暗くしたら怖かった？うん、あ、パパとママいないと怖かった？めっちゃ暗かったの。ここよりも、ここよりも怖かった。あ、下の方が暗いんや。え、はるくんとふーちゃんどうしてたの？下で寝るって。うん、でもはるくんは全くだね。ばあちゃんめっちゃ大好きだね。ちょっと待って、はるくん、そうなん、ママいる、めっちゃ大好きだね。え、ごうくんは何で下で寝られへんかったの？うん、寝れない。なんで？怖すぎる。なんで怖い？上の方が怖くない？わかるかも。誰が来た？誰が来た？いや、みんな早すぎやろ。はるくんかも。いや、はるくんでしょ。そりゃそうやな。え、しかも泣いてるし。だって、はるちゃんがさ、おばあちゃんと寝るって言ってたじゃん。どうしたの、はるちゃん？パパに言って。パパに言って。ママいなかった？なんで泣いてる？なんで泣いてる？じゃあはるくん、はい、これ着てね、寝しよう、ママと。もうママ、ママ来ると思って服上に持ってきてたらしい。はい、おばあちゃんとね、寝しないの？いいの？なんで？僕よりもスパイちゃん、そんな早く来なかった。だって上で寝るって言ったじゃん。一角。え？
早くない？え？さ、うん、私本当に眠たかったんだけど。さ、ばあちゃんがさ、うん、どうせ寝れないでしょって言ったからさ、うん、私がさ、ばあちゃんに追い出されたのかな。まーちゃん一人で寝たいんだよ、たぶん。ふーちゃん下、上来たんや。また今度、あの、おっきいさ、あの、あれ用意しとくからさ、布団。そしたらばあちゃんと下で寝るよ。そうすればいいんや。今日ばあちゃん、すんごい狭い布団で寝てるから。もっとおっきいのを今度用意しとくから、下に。その時に下で一緒にばあちゃんと寝れば。全員も寝ないで。ねえ、じゃあパパと寝て。じゃあここで寝てください。ねえ。今夜ごやつの。もう今日は寝るんですよ。じゃあ本読んで。ああもう無理今日は。今日ばあちゃん読んでくれたのに。じゃあ読んでもらったじゃん、お兄ちゃん。もう今日また疲れたの。無理。違う。昔あるぞ。何って言ったさっき。おばあさんは歯がなかなか